けません。まあね、まあ、チャンスは作ってたかもしれないんですけども、その中でもやっぱりね、ミスが少し多かった試合だと思っているので、まあ、それが後半まで少し続いてしまったっていうのが、まあ、今日の全体的な試合の印象ですね。で、ビューは、すごい力のある、ね、選手が揃っているチームなので、やっぱり、まあ、カウンターっていうのも非常に怖かったですし、ね、まあまあ、そのためにはやはり我々が、まあ、先制点を取るっていう形を狙ったんですけども、まあ、そこが、まあいう形で、ね、最初失点してしまったので、まあ、それも、まあ、ゲーム全体的には、まあ、非常に、我々にとっては、まあ、痛かった点だなと思います。まあそうじゃないですかね、まあ、どう変わるかは、ね、分からないですけども、まあ、先制取るっていうところはやっぱサッカーの試合では非常に大きな部分を占めるので、まあ、それはこれから選手のコンディションを見ながら判断していきたいなと思います。そうですね、まあ、人数がどうとかとかっていうのはもう相手の他のチームと比べても仕方ないので、まあ、自分たちはその中でしっかり戦うっていうところにフォーカスしてます。